はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は戦いドリームチームの動画撮ろうと思います。ということでね、戦い青木選手たちサッカー日本代表ガチャ第4弾というのがね、来ておりますよということで、ちょっとね、見てみるとあれなんだよね。まあ、新田くんは技で、技のね、技日本 25% ですね。まあ、他はまあ、ちょっと、俺はざっくりしか見ないけど、で、力の 25% 欲しいなと思ってたところに、力2人のピックアップ。これね、ちょっとね、新田を引いた時どうするかなっていうところもあるんだけど、ちょっと、たけしと浦部欲しいよね、これ。でね、たけしに関してはね、さらにね、根性ヒューガ美咲っていうものもあるので、まあ美咲くんこの前のやつとかね、でヒューガはちょっとドリコレ引けてないんだけど、まあこれ引けちゃったらどうしようかなっていうのも含めて、ちょっと今回のやつは引いてみたいかなと思います。でね、石がね、ちょっと待って、石がね、30、40、で、50、50、50でしょ ?150 の70だから、220ギリギリ足りてるはずだよね、これ。合ってるよね ?200、150、120でいいんだよね ?OK、OK。間違ってんじゃん、230じゃんとかってなったら、ちょっと取り始めてからで、修正効かないからね。というわけで、まあ、今回はね、これを引こうと思うんですが、もうそれこそね、石がすっからかになっちゃうよっていう。感じなので、まあ、その後にね、ヒューガを続けて狙うのかとか、年末年始のやつどうすんのかとかね、そういうのいろいろあるけど、とりあえず今はね、日本力 25% 揃えたいかなっていう、ところでね、ちょっと今回はこれを、引いていこうかなと思います。まあ、ステップ5までね、引くつもりでいますが、まあ、一発目でね、たけし出たらどうしようとかね、そういう話もあるけど、まあ、引いていきましょうか。いきます。さあ一発目、花火が345。お、結構花火は飛んでんね。さあどうだこれ、いけ、よし、これはあるか、ないの。なんか最近それでも6人の組み合わせもね、最近たまにあるからね。でもあれは違うね。さあじゃあ次行きましょう。まあそんな簡単にはいかん。さあステップ2、花火は2つ、いけ、これでとどめだ、よし一気に行くぞ。ダメっすね、これも飛ばしましょう。はい、さあ次行きましょう。次は SSR は確定だがピックアップとは限らないというやつですね。行きましょう。さあ来い。まあこれはね、確定枠があるので、ここギラギラしてたところでって話なんだが、さあどうだ、ファイト。おっと、ちょっと待って、これはどうよ。はい、あっ、まあ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 、なんかね、そんな気はしたんだよ。3分の2で力 25% 完成だからとかって言ってたから、そりゃ新田君引っ張ってくるよねっていう。前もそうだったからね、即日本もリーチだから、前回もね、3分の2で即日本完成なんですよとか言って、あの技の赤いを引っ張ってきたから、同じパターンかなとも思ったんだけどね、これちょっとね、最後の確定枠まで新田くんだとかなり、あ、でも技日本もリーチになる?そういう感じ?で、ちょっとここやられてるな。リアス。はい、飛ばしましょう。ちょっと力日本完成しないうちに、なんか技も速もリーチがかかっちゃったね。はい、ということで、まあラストはね、新田かぶんなきゃ OK。さあどうだ、できればたけし。できればたけし、新田はかぶってほしくない。行きましょう。いけ、この俺だ。さあどうだよ、いけ、さあ、確定枠のみか、これは。そうですね。さあ、一発目、頼む、おし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 、オッケー、オーケー、オーケー。これで、力日本の 25% 完成だね。チャンスを作る足技、沢田武。
オッケー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 、あ、やった、やっとあのチームスキルね 75% で、揃えられるようになりましたね。オッケー、これはね石すっからかんになっちゃったけど、まあよしとしましょうかね。はい、ということで、今回はまあこれでね終わりにしようかなと思います。まあね、たけしゲットできたとなるとここがねちょっと気になってはくるんだけどね、まあ、ついにすっからかんまで引いちゃったからね、これはどうすっかな、どうしよっかなって感じですが、まあ今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。